文明劇団、今年ですね、5月と6月を2ヶ月連続で、公演があります。で今回いつも A4 のチラシなんですが A3 版のでかいチラシになっていまして、こちら側とこちら側と2作全く新作を、文明校シリーズということで第3作4作を、連続上演いたします。3作目は文明校出家とその弟子という作品で、大正時代の作家である倉田百蔵という、作家の、出家とその弟子という、宗教劇を、大胆にリメイクした、エンターテインメントな作品になっております。こちらが、今回シアトリカル大手院で2016年の、スペースドラマの招待枠で出させていただいたんですけども、スペースドラマが今年で最後ということで、そのですね、集大成である、スペースドラマですね、すいません、大手院舞台芸術大祭、スペースドラマはという、もののトップバッターで、出演します。日時が2017年の5月12日から14日の、3日間上演しますので、よかったらいらしてください。合わせまして、1ヶ月ないですね、正直。こちらはですね、伊丹のアイホールというところで、次世代応援企画ブレイカーレグという、企画があるんですが、毎年2団体ぐらい、全国から選ばれるんですけれども、関西ではうちだけが選ばれるという形で、今年3団体が、出演します。その中で、無名校侵入者という作品をやらせていただきます。こちらは、戦後派、第一次戦後派と呼ばれる、上崎春夫という人の、短編侵入者を使って、戦争目前の今第二の戦線というか、新しい戦前を迎えた今はですね、戦争を経験した体験したですね、生の、経験から作品を書いている梅崎春夫の作品を読み解いていくことで、ちょっと今の時代につなげられたらなという作品です。日時は2017年の6月の10日から11日という2日間なんですけれども、伊丹と、こちらは、大手院という、だいぶちょっと離れているんですが、ぜひ、どちらも見ていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。以上です。